FM 議論案から始まる沖縄県のサッカー盛り上げていこう。9月12日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小浜田でございますよ。はい、今週もですね、沖縄県のサッカー情報をいろいろお話ししていきながらね、あーだこーだ、進めていきたいと思いますよ。よろしくお願いいたします。はいはい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになります、フロースタイルエフラボ接骨院、真心美味でご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バーボーソルチ、以上各社の提携でお届けいたしますよ。はい、今週もですね、 AC クレーンのお部屋さんに来ていただきました。どうもこんばんは。こんばんは。お、当たった、大丈夫だ。よろしくお願いします。今週もね、よろしくお願いしますね。はい、お願いします。すみません、もう本当に今さっき来たからね。高速カウンターです。よろしくお願いします。カウンターにはなってないなってただの遅刻なんだけど。速攻できました。あ、もうすみませんね、はい、お互いか、お互い今言いましたんでね。そうですね。すみません。テレパシーで、LINE でね。やばい、ごめんごめん、相変わらず脱線なんですけど。はい、今週もですね、FC 琉球のね、お話からしたいと思いますけど、前節はね、ホームで FC 東京の23歳以下の方とね、はい、試合がありましたけど、試合はですね、3対2で、はい、アディショナルにね、点を決めて劇的な勝利を収めておりますよ。はい、おめでとうございます。なんで小声なの。おめでとうございます。面白かったよ。いや、あのね、なんて言えばいいのかな、面白かった。その一言で十分ですね。そうだね、はい、なかなかね、強いなと、うん、番組で今年はさ、ちょっと多々言ってて、まあ、シーズン始まる前、まあ、先週も言ったんだけどさ、はい、やっぱり負けの試合を引き分けに、はい、引き分けの試合を勝ちにっていうパターンがやっぱり多くてさ、はい、期待通りというか、うん、勝ち切るのもやっぱりそういうものも ね、 ね、見えますし、はい、首位にいるなっていう感じの試合運びも、はい、結果もね、伴ってきてるのかなというような、はい、雰囲気も、首位っていうさ、はい、雰囲気がする。おー。こういう時はね、いろんなものがついてきますよね、きっとね。面白かったな、はい、たださ、FC 東京の23歳以下のチームの中には前田龍一がいたわけ。すげーなと思って。なぜ。あ、じゃあね、トップチームで試合出てないのか。そうですね、まあ、はい、ね、オバイジと一緒でね、3名までは出れるので、はい、あ、そうですか。うまかったね、びっくりした、初めて見たけど、はい、もちろんね、俺、はい、あんまり行かないのでそうなんですけど、前田龍一うまかったな、びっくりした、本当に面白かった、はい、FC 東京もなかなか、うん、いい試合というか、もう再開だったからさ、もう俺も舐めてたの部分はあるんだけど、はい、俺がね。いや再開だからな、どんななのかなって思いながら、はい、やっぱ試合蓋開けたらやっぱ厳しい戦いというか、なかなかね、うん、面白い試合内容ではあったので、はい、その中で勝ち切ってっていうのはね、うん、よかったですね。本当ですね、面白かった、はい、ただよ、ちょっと許せないのがよ、試合終わった後にさ、あんだけいい試合、はい、あんだけ感動的な試合した後にさ、はい、試合終わって選手の皆さんが出てきてくれてサインとかするわけ、はい、うちのガキンチョ最終的に大道芸人に行きやがったから、この野郎って。そこですか。お前あんだけ興奮してただろうみたいな、なんか。この野郎ってから。ちょっとね、でもそれでもね、去年の途中だったり、はい、本当に選手よりも大道芸人さんに行く子供、はい、親子連れが多かったけど、うん、今年はやっぱり最後のゴールを決めた選手に握手を求めに行く人だったり、はい、うちのガキンチもそうなんだけど、13番よかったよな、13番とか、中川選手、中川、はい、名前覚えろみたいな、はい、中川選手、はい、
だからそういうのもやっぱりちょっとずつ増えてきているのかなって思うし、うん、あのまだまだ先なので、はい、ハエトチリ的なさ、俺らがこんなこと言っちゃダメなんですけど、はい、ちょっとした風格というか、はい、出てきてるな、出てきてるんじゃないかなって、なんか安心して見れるというか、うんうん、ハラハラはもちろんするんですけど、はい、なんせ面白い、面白かったな、はい、まあね、今もちょっとお話しましたけど、まだまだ J3 続きますので、はい、2位突破とかではなくてね、首位のままね、はい、ちょっとそうです、ね、走ってもらいたいなと思いますよ。贅沢言えばねえ、はい、本当によ、まあ最低限そうですね、 J2 に、うん、頑張ってもらいたいな、昇格してほしいですね。はい、はい、FC 琉球の方は次節はアウェーでね、はい、ガンバ大阪の23歳以下のチームだったかな、はい、変わりますね。まずはそこをねしっかり、そうですね、はい、勝ち点ゲットしていただいて、うん、でその次のね9月22日は、はい、来ましたよ、首位攻防、鹿児島との試合がありますのでね、いや相手も燃えてくるでしょうね。そうですね、はい、なかなか厳しい試合になるとは思うんですけど、勝って今4ですか、4差ですね、まあ、勝ってね、うん、冷たいでしょうしね。そうですね、はい、なかなかバチバチ的な試合があるのかなと思いますのでね、はい、9月22日の、はい、ホームでのね首位攻防も、うん、みんなでね応援できたらなと思いますよ。よろしくお願いいたします。はい、はい、中野町の和樹さんから、マジか現地行きたかったってマジだよ、面白かったよひどいな俺なそうなんですね、もうあれこそ、はい、本当に初めて来る人には、うん、ものすごくなんていうのか、インパクトを残せるような試合だったんじゃないのかなと思うので ね、いや本当に面白かったな、本当に何年か前まではね、1万人のね、サッカー祭りでしたっけ、うん、はいはい、その時に限って負けますから ねみたいな感じで、せっかく来たのに負けて帰るんかよみたいな、やっぱキングス行こうかなみたいな感じになっちゃってましたもんねいやもう今年は見に行ったらね、見に行った価値はありますよ、感動がね、ぜひ、はい、まずはね、今週末のアウェー、はい、しっかり戦っていただいてね、はい、また来週のホーム戦も期待しましょう。はい、はい、続きましてですが、九州リーグなんですけどね、沖縄県から、出場します沖縄エスパー、またね、カホ銀行サッカークラブの両チームが、はい、日曜日にね南城市陸上競技場の方で沖縄県ダービーがありましたよ、はい、九州リーグにね参戦しているこの2チームが、はい、沖縄県内でのダービー、前節は開放銀行のホームとしてね、はい、何月ぐらいで6月5月ぐらいだったかな、うん、あったんですけど、その時は7-1 6-1 だったかな、でエスパーが、まあね、大差でしたね、うん、はい、勝ってて、で今回はですね3-0で、まあ、エスパーが勝ってはいるんですけど、うん、はい、そうですね、なんだろう、さっきの FC 琉球の話じゃないんですけど、はい、FC 琉球の試合とちょっと比べてしまう部分もあったりするから、なんか、でもよ、はい、本当に観客がさ、はい、500人ぐらい見たのさ、500人超えてるんじゃないかなと思うんだけど、うん、はい、結構やっぱり注目も浴びてきてるのかなっていう部分と、はい、試合も、まあ、めちゃめちゃ暑かったので、はい、で雨が降ったりという中でピッチコンディションのピッチレベルの湿度だったり、はい、温度はもうすごかったんじゃないか、もう選手の皆さんも開放銀行のサッカー開放銀行サッカー部の皆さんが走れてなかったので、はい、本当にきついんじゃないかなとか思いながら、ね、見てたんですけど、まあ以前ねちょっと点数が離れた結果でもあったので、はい、まあ、会議員さんもね戦い方を変えたりとかはもちろんあるとは思うんですけど、まあ、3-0かみたいな感じ部分もありますね。で、はい、ただ九州リーグは宮崎首位のね、はい、宮崎の方もまあ勝っていますので、勝ち点もまた縮まらず、はい、九州リーグがあと2節3節かな、あるのでね、エスパーがどこまで行くのか、そうですね、直接対決はもうないはずなので、どうなるかなっていう気はするんですけどね、まあ、はい、九州リーグも、はいはい、楽しみにして、お伝えしていきたいなと思いますよ、はい、はい、あとですね、ごめんなさい、先月かなあ、じゃないや、9月ね、8日9日にありました、はい、九州クラブサッカー選手権大会の結果ですね、うん、沖縄県からは、クラブ選手権の
こう勝ち抜いて、出場してました。イトマンクラブが、はいはい、1回戦はですね PK で、長崎県代表のクラブに勝ちまして、あと準決勝の方でちょっとね 1-0 で負けてしまってるんですが、この、はい、1-0 でね、イトマンクラブを下しました。熊本県代表のチームが見事優勝してますので、はい、まあ、決勝戦もね2対2の、同点から延長 PK まで行ってるので、はい、イトマンクラブもね惜しかったかなと思うんですけどね、はい、沖縄県代表として一勝してまたね1点差で負けているんですけど、いい試合したんじゃないのかなと思いますのでね、はい、うん、イトマンクラブの皆さん本当にお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、あとですね、あ、ごめんなさい、順番がちょっと逆になってしまったんですけど、2018九州オーバー50サッカーフェスティバルっていうものがまたね、9月8日9日と、これこちらもですね、うん、熊本県の方でありました、はい、沖縄県代表は、普天間 FC、出てまして、見事グループリーグはですね首位で突破しまして、はい、ただ決勝はですね 0-0 の PK 3対5で負けてますので、うん、準優勝しておりますよ。オーバー50の皆さん本当におめでとうございます。ありがとうございます。めっちゃ元気をね。そうですよね、はい、すごいなと思いますよ本当に。やれるかなあと10年、頑張ろう、はい、あとこちらもですね、はい、沖縄共同合宿、ボンベ軍杯、はい、沖縄県のね、フットサル選手権の、九州予選だったんですけど、はい、見事ですね、SYM 森政がね、はい、決勝戦を10対0で大差で、はいはい、勝ち上がって、優勝しておりますよ。森政フットサルクラブの皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。はい、またね女子の九州大会のフットサルなんだけどさ、はい、試合がまた今週末かな、はい、あったりしますので、この辺の、試合結果とかもね来週またお話ししていけたらなと思いますよ、はい、皆さんぜひ、応援の方よろしくお願いいたします、はい、あーやばいやばい、相変わらず、はい、どこだ、あ、こっちだはい、時間配分ができていないので一旦この辺で CM に行きたいと思いますよ。一旦 CM です、どうぞ。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院、パキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を一室完備。オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋魔順、握り寿司のテイクアウトも受け止まっております。野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもうやみつき、思い出したらよだれが出てくる。宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチ。はいはい、後半もですね沖縄県のサッカー情報をいろいろお話ししていきたいと思いますよ。はいはい、コメントが、これは誰だ、シュプリームさん、はい、こんばんは、あれ今日は向きが変わりましたかって、うんうん、今夜は六本木の探偵バーから視聴しています探偵バー、探偵なのじゃないか、探偵バーだから探偵ではないのか、そうですね怪しさ満載だな昨日の、はい、もう一個ね、シュプリームさんから、はい、昨日の新生日本代表のデビュー戦は見ていて気持ちよかったですねって、うん、沖縄県はですね、日テレが来ていないので、ね、沖縄県での放送がなかったんですよ、はい、皆さん、もうね、ショックショックってからまあ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 、まあ、結構 3-0 ですね、はい、面白い場面が結構あったっていうコメントがね多かったので、まあ、今後もね、はい、うん、日本代表ちょっと楽しみにしていきたいなと思いますけどね、はい、うん、で野根さんからも一つコメントが、今夜、あこんばんは、今夜も来ましたよ、今夜はって言うとしていやー先週番組終わって一晩寝たら、北海道で大地震だからよね、おかげで札幌での試合なくなっちゃいましたねって、うん、だけど昨日の仕切り直しの一戦で快勝、よかったよかった、本当によ、北海道もね、もう台風の後もありまして、はい、もう日本列島はね、本当に大変だなと思うんですけど、はい、スポーツの力を含めてね、はい、何かちょっと皆さんの
顔がちょっとでも上がるようなね、はい、ことができたらなと。まあ俺は何もできないのでコンビニのね募金箱に小銭を入れることぐらいしかできませんが、はい、小さなね力がまた集まって ね、はい、大きくなればいいのかなと思うんですけどね。うーん、本当にちょっと大変だとは思うんですけど、はい、うん、応援していきましょう。はい、あとですね、沖縄県出身の J リーガー情報なんですけど、はい、J1 の方はね、代表戦もありましたので1週間、中断期間がありまして、はい、ただ川崎フロンターレ所属の知念選手はね、カップ戦がありましたので先発フル出場しておりますが、はい、これはセカンドレグになるのかな、鹿島に 3-1 だったかな、負けちゃってまして、カップ戦もね、はい、準決勝で敗退しております。準々決勝かな、敗退しております。ただ、はい、知念選手ね、先発でフル出場してるので、ね、はい、今後もちょっと期待かなと思いますよ、ね、はい、はい、でジュビロ磐田所属背番号7番田口選手はね、先ほども言いましたが J1 は中断期間だったので、1週間の、ね、はい、中断があったので試合はありませんでした。はい、はい、ここにね、この中断期間がね、うん、代表に行ってて試合がなかったんだよっていうコメントが言いたいそうですね、はい、ごめんごめんあと J2 の方行きまして、もう J2 もみんな怪我だったりね、ちょっとし不振がねちょっと続いてるのか、なかなか皆さん試合出ていないんですけど、はい、ロアソ熊本所属の背番号20番上里選手は先発出場で81分までプレー、はい、あとだけかな、だけですね、だけなの、あとはね、はい、ベルディの比嘉選手、愛媛の上原選手、鎌田周りのガナ選手、松本山川の相馬選手、あとねアジアの岡山赤嶺選手、あと京都産業の宮城選手、はい、共に今節は皆さんベンチ外、はい、どうなってんだコンディションを整えてるんじゃないですか。そうですね、まあ、怪我がなければね一番いいですよね。うん、そうですよ、もう、はい、何人かはねやっぱ怪我がねずっと来ている選手もいますので、はい、うん、なかなか難しい部分もあるとは思うんですけど、やっぱりね、はい、活躍してもらわないと困るんです僕が話すことがなくなっちゃうそれはお前の責任だろうとかね言われそうですけどね、いやいや本当に活躍してほしいですね皆さんね。そうですね、はい、J2 の方ももう後半戦にね、はい、もう入ってきますので、うん、やっぱりですね、毎年やっぱりそうなんですけど、うちなんちゅうがね、はい、所属してるチームがなかなか結構なね、うん、再開争いを繰り広げていますので、そうですね、もう本当にちょっと心配だなと思うんですけど、はい、やっぱりね、うん、応援していきたいなと思いますのでね、まあ、琉球がこの J2 に本当にさ、はい、上がってくれたらこういったね沖縄の選手も、ね、こちらの移籍先の ね、ありますからね、検討にもなるでしょうけれども、でも実際ね結果を残してないと ね、こういった形がね続くとやっぱり寂しくもなってしまいますのでね、はい、頑張ろう。いや本当にもうただ愛媛 FC のこの上原選手、はい、J1 からね、そうですね、J2 に移籍してきたんですが、やっぱりね主力となるはずなのにベンチ外がちょっとねずっと続いてるんで、なんか寂しい気がするので、頑張ってほしいですね。そうですね、はい、地元会社なんでね、そうなんですよね、このしかもこのフォワードとして ね、はい、ね期待されてのこの移籍でしたの で、 そうです、ね、うん、本当に結果が残せてるのはまだノーゴールですもんね、はい、そうですね、まだノーゴールですね、はい、もう試合にも出てませんからね、もうゴール決めることはないですけど、まだそうですね、だからやっぱチームのファンの皆さんのねコメントとか見るとやっぱり札幌でね、以前行った札幌ではサイドバックとかもやってたからとか、はい、サイドバックで使おうぜみたいなコメントもやっぱり見られるんですけど、うん、まあ試合に出ないよりはね絶対的に出た方がいいので、はい、それでもって思いますけど、愛媛のねちょっとシステムもワントップになったりっていう部分があるので、はい、ワントップの時も上原使ってもいいんじゃないかな、上原って言っちゃった、上原選手はね、上原選手ね身長もね高いですしね、ヘディングも強いですから ね、ポストプレーに関しては全然通用するんじゃないのかなって思うんですけどね、まあ俺がちょっとね一番遠い沖縄にいるので、はい、もうおしゃべりするだけなんですけど、期待だけね、頑張ろう、はい、応援したい、応援したいと思います、ね、今年本当にさ J2 に全く出ていない選手もいますので、もう比嘉選手もね、ちょっと怪我が本当に響いているのかなって、あと宮城選手もずっとちょっとベンチ外が続いているので、はい、最近はそういえば俺がちょっと
きちんとチェックできてないんですけど、怪我のね、はい、リリースとかは各チームのホームページを見ても出ていない部分があるので、はい、やっぱ心配だなと思うんですけどね、はい、ちょっとこの辺のね情報もうまく仕入れて、また皆さんにね、皆さんがこの沖縄県出身の J リーガーの皆さんをね応援してくれるようなちょっとそうですね情報をまた流せたらなと思いますよ。はい、はい、コメントがもう一つ、野内さんから、ヴィッセルのイニエスタ・ポドロスキーの助っ人コンビがね北海道の自身のね募金活動を精力的に行ってますと。ポドロスキーは10万円ファンに向かって呼びかけていました盛り上げてましたよって、はい、片言の日本語で、はい、すごいよな、あポドロスキー、あ好きだな、なんだろう、神戸に入る前直前にさ、はい、イメージ CM みたいなの出てたじゃないですか、はい、出てたんですけど、なんだろう、侍の格好をしてとかさ、なんか親日家ではないのかなって、親日家だと思う部分もあるんだけど、はい、このなんていうの、ファンの皆さんを喜ばせるもの、はい、サッカーのプレーだけじゃなくてさ、あそういったのもすごいなーって、はい、人間的にもさ、はい、日本代表の今回やった日本代表の試合もね、代表のユニフォーム着て応援してたらしいからさ、はいはい、日本代表のさ、ああいったことできるね、世界のトップにいた選手のね、人たちがそういうことしてるのはやっぱりすごいなと思いますし、本当にさあやっぱりイニエスタもびっくりしてたけど、はい、台風ね、怖かったなって本当に怖かったでしょうね、はい、まあでもそういうね、やっぱり各地の報道でもやってますけど、沖縄だと対策ができている部分が、うん、まあ、向こうでやっぱりね全然できてなくて、予想ができませんからね、本当に、もう洗濯バサミ一つでもね狂気だからね、そうですね本当にね急に洗濯バサミですね、まあまあね、分かりにくい部分があるかもしれないけど、はい、濡れて飛んできたタオルとかね、はい、洗濯物とかもね、はい、もうガラスなんて普通に割っちゃいますからね、はい、めっちゃいろんなもの飛んでたからね、はい、本当にね、まあごめんごめん、あれ完全に脱線してしまいましたけどはい、もちろん、沖縄県のカテゴリー、サッカーではね、はい、今 FC 琉球がやっぱり首位にねいて、はい、本当に盛り上げてるので、なんだろう、サポーターの皆さんとかはさ、はい、ゴールでちょっと泣きそうになってる人とかいましたし、うん、もう俺もガキンチョ連れて家族連れて行ったんですけど、はい、全然知らないおじさまとハイタッチをいやいいっすね、ああいう空間がなんだろう FC 琉球の中にもあるんだなっていうのは本当になんか嬉しさがね、はい、ありましたし、なんだろう、俺見るところがやっぱおかしいのかなと思うんですけど、はい、まあ、試合の選手たちも大喜びしてますけど、この裏方さんのね、はい、スタッフさんをちょっと遠目に見て、もうめちゃめちゃもう走り回ってる人とか 見ると、ああ、はい、やっぱり嬉しいな、楽しいなって思いますしね、ああいったのをね、ちょっと続けていければ、はい、本当に J2 が近づいて、J2、J2 って言い過ぎだな、そこやめないやつだな、今年の、あれなのかな、J2 の加盟申請はまだ結果が出てないはずなので、はい、この辺もね、しっかり。やっていただいてね、はい、俺があとは試合勝つだけだぞってね、ずっと言ってますからね、毎回言ってますけどね、はい、あそういう流れにちょっと来つつあるのかなと思いますしね、はい、あとはこのね、なかなか僕も九州リーグ見に行けてなかったんですけど、はい、この沖縄県ダービーのね沖縄エスパーと、海保銀行サッカークラブのね、はい、試合も面白い、見てて面白い部分もありましたし、やっぱり注目度もね、県内でも高いのかなっていう部分がありますので、はい、ぜひねこの2チームもね、ちょっとずつでも、まあ、近づいていただいてというか、そうですね、やっぱり行っていくと、はい、よりね、うん、きなきなサッカー楽しくなっていきますのでね、はい、応援していきたいなと思います。だから今ね、子供たちはサッカーしてる子が多いじゃないですか、はい、沖縄県内はね、はい、なんとか沖縄に引き止めてからね沖縄の高校がガツンって、ね、もう大学だったりね、そうですね、そのまま主力が強くなったりね、してくれたらなと思いますよ。でも底上げはね、はい、できてますから、いい選手から育ってて、ね、まあ、もちろん出ていく選手はどこの県もいると思いますよ、一流の選手とか上の選手は。 でも、残ってる選手でも全国で勝てる、そうですね、沖縄県になっていくんじゃないかなと思ってます。言ってほしいな、はい、ナルトロさん、ナルトロさん、はい、ナルトロさんどこだ、
ごめんごめん。今日、二度延期した相模原と沼津の試合が行われ、はい、相模が勝ち、おー、琉球的にはいい結果。いいっすねー。あー、ありがとうございます。もう俺もここからの怨念を、あー、鹿児島負けろーって。あ、やばいやばい、危ない危ない。あの、はい、相変わらず今週もね、あだこだ喋ってるうちにアディショナルタイムが残り40秒切ってしまいました。はい。今週もね、聞いていただき本当にありがとうございます。今週はこの辺で終わりたいと思いますよ。この番組はあなたの専属トレーナーになりますフロースタイル F ラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋魔順バーガー&バーウォーソルチ、以上各社の提供と AC クレーンのゆはなさん、またね、今週も聞いてくれた多くの皆さんのおかげで放送することができましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、また来週もね、はい、あのバタバタしながら放送していきたいと思いますのでね、また来週も、皆さん一緒に聞いてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、脳内さんにちゃめーっていうの忘れた。あ、いつも言わなきゃって思いながらいつも言えない。でも俺がチャーメンしたらお前パクってんのかって怒られそうだ。大丈夫じゃん。この本家に悪いよねって僕はたまにやってます。怒られそう。いや、分からんけど。テーマ感動だったってある、やっぱり違う話でした前の。なんかバカのやつですか。だと思います。すごいですね、技術の進歩。いやー、すごいな。俺もなんかテーマ考えて、キャンキャンに書いてもらおうかな。ていうか、9月なんかテーマ考えるとか言って何も言ってない。そうそうそう。あれだテーマが考えられて、感動だったのか。なんか、重いテーマ来てよとか。マジマジマジと思った。サッカーで感動どうしようとかね。急にネタが出てこない。瞬間ですかね。もう2年の2点目はふわふわしてましたら、ふわーって。嘘みたいな。でもでも分かる、でも分かる、でも分かるみたいな。